はい、どうも、正攻法で負けない FX、のりまるです。朝のチャート観測の続きなんですけれども、今、時刻は9時を少し回ったところですね。9時07分になったところです。で、先ほど、これ8時半かな。これドル円の今5分足ですね。110.58、このあたりですね。110.6円付近。現状のレジスタンスを超えてきて、でそこからこうぐーっと、下落をしてきて、ちょうどこの抜け出った押し安値、ね。ここに今到達したっていうことですね。で、これを見ても、やはりね、今現状としては、明朝の、早朝の FOMC で下抜けてから V 字回復してきた。で、110.5円でサポートされたっていう流れのままに、まあしばらくね、このまま上昇の流れをつけていく可能性はまあ高そうかなってことですね。あ、今、ずっと上昇してきましたね。今ちょっと買うチャンスを逃して、喋っててね、買うチャンスを逃していってしまったので、もう一回下がってきたら、下の方からね、買っていきたいと思います。110.55で直近安値、まあ、ここ、ないし、今の根元、ここですよね。110.53、535。まあ、この辺りは下抜けなければね、まあ、今の流れはまあ上に向かう感じかなと。で、まあ、この110.7円ってところにね、直近の目標、週足、日足レベルのね、抵抗体があるので、このあたりまでにしとこうかなというふうには思います。今これずっと押し返されてきてはいるんですけれども、このまま下抜けていく可能性も全然あるんですけどね、もうちょっと下がってきたら、ニュースを見てたかなと思います。まあ、こんな感じですね。はい。で、これ15分足の、まあ、切り上げに乗って、今こんな感じでね、まあ、上昇していく、流れにはあるかなというところだと思います。はい。まあ、下がってからね、今一回ここで買ってみようと思います。損切りが、直近安値、110.54。そこまで、3ピプス、4ピプス、3ピプスですね。これで一回損切れるとすると、再度ね、もう一回この底で、110.5円付近からの値動きというところに、注目していきたいかなと。今ちょっとね、強く売られてるんで、短期足でね、強く売られてるんで、ぐーっと下がってきてしまう可能性ももちろんあるかなっていうことですね。で、まあ、プラスアルファ、ここで一回ね、この110.7円っていう、まあ、抵抗体、この目標に到達したっていう流れになってくると、ここから、まあ、戻り売りが入ってくる可能性ももちろんあるんで、まあ、そこもまあ、考慮しつつ、ただ今の流れはね、まあ、下から上に、こう、じわ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 上がっていく、流れには、あるかな、というところですね。ただ、今朝のね、チャート観測でも触れた通り、まあ、この後、大きな事業指標が控えてるんですよね。23日、24日、木曜日、金曜日と、まあ、経済に関するね、様々な決定会合が行われると。まあ、アメリカと中国の、まあ、貿易戦争の内容だったり、まあ、いろんなことがね、まあ、話し合える場が、アメリカのジャクソンホールでね、行われるっていうところが、まあ、分かっている状況なので、そこに向けて、まあ、そこまで大きい値幅の動きはないのかなと。まあ、揉み合い、持ち合いの様相は強いのかなというところで、まあ、目標もね、この110.7円にしておこうかなというふうに思います。直近高値付近ですね。はい。で、まあ、そこまでの小幅な動きを、まあ、ちょっと狙ってみるっていうところ。まあ、そのプラスアルファは、まあ、やはり今はね、まあ、下から、じわじわ変えてくる力は、まあ、強そうかなというところで、今ね、ここで一回変えるインタビューをしてみました。おお、もうストリア、すごいね。かなり強烈に下落してるんですね。これが81円。まあ、止まるかどうか。前に81円で止まってくるとすると、ここも買いやすい流れにはなってきそうですけど、もうちょっと強く売られてるんでね。
どうかなってところですね。オーストラリア円、じわじわね、上昇してきた流れですけども、まあ、このあたり、60.8%っていうね、戻り売り候補なので、まあ、このあたりから、まあ、修正派、まあ、売られてくる可能性はもちろん十分あるかなと。まあ、それを踏まえてね、今、ここの動きを見ていきたいということだと思います。今、下髭つけてグッと伸ばされてますね。ただこれだけ強く戻ってくると、例えばこういう値段、天井圏、これネックラインですね。81.34付近。この辺り上抜けてくるのは現状厳しいのかなと。で、次はね、まあ、上がってきた際に再度、まあ、売ってるチャンスっていうのを見ていく流れにはなるかなというところだと思います。他の通貨ペアは、まあ、あとは観察したところですかね。まあ、ユーロドルもこれ売られそうな流れっていうところですよね。一応目標はね、110.7円のところにしてるわけですけれども、これね、乱高下する可能性も踏まえて、直近の高値、実体レベル110.66、ここに、差し目を置いておこうと思います。そこまで9ピプスぐらいですね。今、時刻は9時14分です。少しの値幅をちょっと取って、まあもう逃げるっていうのが、まあ、今ここまでの流れからすると、ベターなのか。ただ一回ね、ここのレンジを上に向けてくるとすると、まあ、次はね、この辺りの範囲で、まあ、動いてくる、チャートの形かなというところだと思います。はい、それではね、この続き、まあ、差し値、逆差し値だけで、また後ほど構成したいと思います。これ先ほどの続きなんですけれども、ピョンとね、まあ、上髭つけて今、110.764、抵抗体をちょっと抜けてからね、今また押し返されているっていう感じです。差し値、あっという間に到達したので、差し値ですね、12ピプスのプラスになりました。はい。まあ今の流れはね、まあ下から上に向かっているっていうところと、まあレンジをブレイクしてきたっていうところで、ちょっとね、短期足レベルで、まあ買いは強いのかなというところですね。で、今一旦この、まあ110.7円抵抗体を抜けてきたので、このまま、まあ次の目標、111円付近まで、今ね、ここを超えていくとすると、まあ111円付近まで行く可能性はありますけれども、まあこの辺りで持ち合う可能性の方が、まあ高いのかなというところ、なんでね。まあ、仮にここで、まあ、ダブルトップをつけるような形があれば、そこからの、まあ、売りはね、まあ、狙っていけそうですけれども、まあ、何度もね、言ってる通り、今日明日、まあ、週末にかけてね、まあ、重要指標があるっていうところで、まあ、揉み合いやすいチャートにはなるので、もういいかなっていうところも、一つっていうところですね。まあ、スキャルピングやってる方はね、この高値から売るっていうのはすごくいいですよね。まあ、なぜかというと、これ、まあ、強い抵抗体があるわけで、まあ、そこに接近すると、まあ、一瞬の売りっていうのは、まあ、必ず入ってくる場面なんでね。今、ここを素直に抜けていくっていうのも、やっぱり帰ってきやすい形にはいると思うので、まあ、一瞬でね、これ抜けた後には、まあ、売られやすいっていうところ、まあ、それを狙っていくのはいいのかなってことですね。今、直近高値から売られてくるので、まあ、やっていきましょうか。はい、このところに注目してみましょう。他の通貨ペアはどうなったのかというと、オーストラリア円、81円近辺で今、もみ合いをしてるんですね。はい、まあ、上髭つけ、下髭つけて、まあ、やはりこの辺りが、まあ、かなり意識されていると、まあ、これで止まるような動きがあればね、ここからの反発っていうのは、まあ、十分狙えるかなというところですね。まあ、今、ドル円よりは狙いやすいかなというところだと思います。ユーロ円、これまで攻め範囲で動いているというところは、もうお伝えした通りだと思うので、まあ、予想を見ていくとか良さそうですよね。
はい、こちら、ユーロドルですけども、仮に高い位置もやっちゃら、まあ、最後ね、売ってるチャンスがあると思うんで、まあ、そのチャンスを待ちたいかなというところだと思います。まあ、1.16スピンまでね、上がってきてくれれば、まあ、売りやすくはなるかなというところですね。はい、そのことで、ね、まあ、今日の、まあ、エントリーの紹介、というところは、これで終わろうと思います。ね、まあまあ、これは売られやすいですよね。はい、以上です。参考になったらという方だけで結構ですので、YouTube のグッドボタンを押していただけると励みになります。それではまた更新します。今日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。